始まりました。栄光 GO! 今日もですね、栄光に向かって GO していくぜ。皆さんどうぞよろしく。さあ、今回の栄光 GO なんですけども、僕ね、やってみたいことが一つありまして、よくYouTuber の方とか、あとはテレビの企画とかでよくやってる、そういう人に100の質問、この100の質問を答えていく。そうすることによって、やっぱりこう見てる人に自分のことをね、知ってもらえるわけじゃないですか。あ、こういう一面あったんだとか、あ、こういうのにハマってんだとか、あ、実はこうなんだとか、あ、間違って認識してたわとか、そういうのをね、気づかされると思うんで、ちょっと皆さんごめんなさい。100個質問してもらっていいですか、今から。ちょっと急なんですよね。いやいやいや、急って言ってもやっぱ聞きたいこともあると思いますし、質問何でもいいんで100個お願いします。僕ら別に可能に聞きたいことそんなないよ。いやいや、あるでしょう。例えば皆さんがというよりかは、世間の方がこういうことを聞きたいのかなとか、はいはい、あ、ちょっとやっぱり世間の人たちが加納くんと会ったら聞きたいであろうと、はい、そう、はい、まあ、そういうのを今から100個やっていきたいと思いますね。ちょっと長丁場になりますけど、皆さんよろしくお願いします。じゃあさっき言われたから、まあ、ざっと考えましたけど、はい、はい、じゃあ出川さんってプライベートではいい人ですか？あー、めちゃめちゃいい人ですね。で、いつもご飯もご馳走していただいてますし、その時にご飯ご馳走していただく時に、やっぱいろんなね、芸能界でこのお笑いの話とかをすごい教えてくださいますし、先輩にも好かれるし、後輩思いでもあるし、やっぱ男出川哲朗って感じですね。今こう人気が高い、好感度も高いのも納得というか、僕らはね、昔から見てますけど、一切何も変わらないんですよ。ずっとあのままなんですけど、やっとこう世間がこう認めてきたっていう感じで、僕も嬉しいですね。うん、続き、はい、きますね。うっちゃんなんちゃんってプライベートで仲がいいんですか？うっちゃんなんちゃんはプライベートでは正直言ったら分からないですね。分からないけど、例えばヒルナンデスに内村さんの番組をね、こう宣伝する時とかに、南原さんがちょっと照れたようにこう笑ってる感じが微笑ましかったりだとか、あと2人でこうライブとかもやったりとかもしてますから、もちろん仲はいいんじゃないですかね。うん、分からないです。はい、ダウンタウンってプライベートで仲がいいんですか？あ、ちょっと待ってください。僕にしてもらっていいですか？いや、一般の人が加納くんと会った時に、飲みの席とかで聞きたいかなと思う。いや、加納栄光のことを知ってほしいんです、皆さんに。そのガチのその芸能界の裏話とか俺に聞かれても分からない方だしな。そんなに芸能界の裏を。分かりました、はい、すみません、はい。ラーメンつけ麺僕イケメンのギャグは、はい、どこがどう面白いのか教えてください。だからあんまりそのギャグを説明するっていうのもおかしい話ですけどね。やっぱ、まあ、麺と麺と麺がかかってるっていうのと、まあ、自分で自分のことをイケメンって言ってるやつとか。うん、次行きましょうか。なんか質問の、はい、なんかもっと、はい、なんか質問内容がちょっとあれですけど、はい、どういう質問なんだろう。いやいや、もういや、そんな些細なことでいいんですよ。だ、僕に関する、はい、聞きたい情報というか、加藤で思い浮かべる人は。いや、チャですよ、チャ。何を期待してるんですか。やっぱり僕がね、青春時代見さ、加藤茶さんとユクターズの加藤茶さんじゃないですか。あとはもうやっぱ極楽加藤さんもそうですしね、うん、おかしいです、質問が。そんな質問しないでしょ、加藤と言ったらみたいな。ドッキリにかかってると気づいた時どうしてますか。あー、なるほどね。あ、そういうのいいかもしれないですね。ドッキリに気づいたこと、もうほぼほぼないんですけどね。たまーにこうね、地方の番組とか出させていただいた時とかに、あ、ドッキリだなって気づく時、リアルにマジであります。でもその時は一応ね、乗りますね、ちゃんと。あれ、これドッキリですよねとはさすがに言わないですよ。ただやっぱり自分でもオンエア見たりするけど、うっそくさいリアクションが。加納栄光の冠番組始まりますよとか、そういう時はどっち、ドッキリガチどっち。これがね、辛いんですよ。実際やってみたら、ちょっとカメラを意識しながら、
どこで何が起きるんだってやってたら、実は本当だった、もっとちゃんとやればよかったなみたいな。あ、なんかいい踏み込んだちょっと質問しますね。税金はちゃんと払ってます。払ってますよ。払わなかった時がないですよ。ちゃんと払ってますよ。一応ね、そうですね、税金払ってます、払ってます、払ってます払ってます。なんか今ここでなんかいろいろ言ったら怖、なんか何を拾われて叩かれるかわかんないから、今俺頭フル回転でしたけど、払ってます、正直に払ってます。それ以上でもそれ以下でもなく払ってます。家を建てるならどこに建てたいですか。うーわ、それはいい、なんかいい、あ、質問の内容良くなってきましたね。そういうのとか聞いてほしいんですよ。そりゃね、港区のど真ん中に一軒家ドンってのはやっぱ憧れはありますけど、でもやっぱり一軒家建てるならちょっと広めのね、庭が欲しかったりとかするんで、やっぱちょっとね、こう都心からちょっと外れてもいいかなって僕思ってます。はい。で、他の先輩の芸人さんとかの一軒家とか行かせてもらった時にやっぱすごくて、屋上にプールがあったりだとかで、そういうのあると、うわ、羨ましいなーとかって思うんで、どうせ一軒家建てるならドンと建てたいんで、ただ都内でのど真ん中だとやっぱ高くつくのはやっぱ現実ちゃんと見てね、違うなと思ってるんで。屋上にプールある芸人さんいるんですか。いますよ。品川さんです。え、品川さんのご自宅行かせてもらったんですけども、あー綺麗で、3階建てかな、で屋上にちゃんとでっかいプールがあって、で夏なんかはやっぱね、このコロナでどうたらこうたらで外で出れなかったからですけど、家でプールに水溜めてジャブジャブお子さんと遊んでるシーンとか SNS とかで上げてます。憧れですね。上沼恵美子さんについてどう思いますか。なんかざっくりとしてるし、なんかピリッとするやつだな。まあ上沼さんは僕本当にお世話になってるんで、もうテレビ出始めた時ぐらいからもうすぐ上沼さんの番組呼んでいただいて、で本当可愛がっていただいて、で海外とかも上沼さんとハワイも行ったし、ベトナムも行きましたし、それを呼んでいただくんですよね。でその時海外ロケとかでも夜はカメラ回さず普通にプライベートでご飯食べるんですけど、その時も本当上沼恵美子さんの僕横で、一緒におしゃべりしながら、ご飯楽しく食べさせてもらってますし、楽しい時間を過ごしていただきますし、でなんかこうスキャンダルとかがあってこうねなったりすると、上沼さんがすぐ番組に呼んでもう公開説教していただきまして、ほんとね、帰りどうやって東京まで帰ってきたのかわからないぐらいボコボコにされて帰ってくるんですけど、でも結果それオンエアがあると世間でねロケしてると、上沼さんが恵美ちゃんがあそこまで言ってたら俺が言うことあれへんわ、まあとにかく頑張りとか、恵美ちゃんが言ってんのは上沼恵美子が言ってんのはあれ愛だからな、もっと前しっかりせよみたいな感じで世界の人からこうカツも入れられていただきますんで、僕は大好きですよ。僕はって言うとですよ、僕大好きです。だからお世話になったね、上沼恵美子さんの恵美チャンネルが終わってしまったんですよ。もうそれが悲しくてね、あの番組呼んでいただくって本当嬉しいんですよ。で上沼さんの凄さもやっぱあの番組で分かりますし、でいろんな芸人さんとかタレントさんともお会いできて本当ね楽しい収録なんですけどね、もう呼ばれなくなっちゃって終わっちゃったなと思うと切ないですね。あの番組見ると上沼さんの凄さも分かるけど、はい、三郎さんの凄さも分かりますよね。三郎さんも面白いですよね。で三郎さんも本当に絶妙のタイミングでこう上沼さんに突っ込んだりとか、ここは危機に入ろうとか、僕が上沼さんに公開説教されてる時は、三郎師匠にこう目合わせるんですけどすぐそらされますね。はい、今は全身だ、浴びとけ。心の声が聞こえてきますけど、俺もうちょっと止まってるじゃないですか、質問が。いやいや、ありますよ、全然。宮迫さんについて教えてください。いやいやいや、ついて教えてくださいっていうね、またそっち。宮迫さんはもう元々やっぱ尊敬してますし、で今でもちょこちょこ連絡取りますよ。メールさせていただいて、たまにこうスタジオとかで宮迫さんの話とかなったりすると、すぐ収録終わってから
宮迫さんに今ど何々の番組収録行ったんですけど宮迫さんの話で話題になりましたよとか送ったりする、ほんまに早く戻りたいわとか、頑張るわってメール書いてきますけどね、でも今 YouTube 宮迫さんの YouTube なんかもすっごい爆発的な人気ですから、世間の方々もちょっとずつこう許していただいてるというか、なんかそういうのが感じられますね。早く共演したいですね。で、いつかは宮迫さんのチャンネルと、いや栄光後もちょっとコラボさせていただけたら嬉しいかなと思いますけどね。うん、木下さんについて木下さん木下さんも連絡取りますよ僕、木下さんもちょっと芸能界ちょっとバタバタって会った時に僕もすぐ連絡して、でちょっと頑張るわみたいな感じで、そしたら木下さんの方からまたすぐ連絡来て、カノって四国でお遍路やったんよなみたいな感じで来て、あやりましたよみたいな、どうなんお遍路って、えどういうことですかって、そしたらちょっと自分見つめ直さなあかんなっていうことでお遍路やってくる、四国を88箇所のお寺を回ってくる、で僕やったことがあるんで、それどんな感じなん？いや、僕ロードバイクでやらせていただいたんですけども、本当に大変です。めちゃめちゃ大変です。でも僕らお遍路さんに対してそうね、四国の方々がすごくなんかお接待って言ってこういろいろ飲み物くれたりとか、お菓子くれたりとか、うちでご飯食べていきなさいとか、そういうお接待っていうのも受けて、なんか人の優しさ感じてすごいいいですよお遍路は。そら、あ俺もやってくるわ。って言って88箇所実は回ったらしいんですよ。うん、でもそれがね、だから木下さんの僕本気も見えましたし、芸能界復帰へのね、で実際に YouTube もやってますけど、まあとにかく、まあ、どうですか、まあ、バットが多いなっていう感じは、まあ、バットがこの前アメトーク見せたら実はナダルもバットをしてたみたいな話を聞いてなんで皆さんそこまでバットを押すんだろうなっていう気持ちはやっぱありますけどね。まあでも僕もね、一回その芸能界でしくじった人間でもあって、すごく気持ちがやっぱ木下さんの今大変だなっていうのは分かりますから、僕はもちろん応援してますよ。はい、なんかこういうさ、なんか間を空けられると木下さん来てんのかなってやっぱ俺芸人的に思っちゃうのよ。なんか急になんかそわそわしだすとさ、えみたいな。渡部さんについてはなんでその辺ばっか聞くんですか。なんか、ま、例えばこのね、そういう質問が60、70、80ぐらい出てくるならわかるけど、まだ 10も言ってないんじゃないの。早くない？いや渡部さんもすごい応援してますよ。みんな応援してます僕は。なんか、カノ君はあれですよね、芸人仲間に対して優しいですよね。一緒に面白いことやりたいっていう方がちゃんとありますよね。まあ、いや、もちろん、やっぱ、もちろんですよ。特に、その先輩、今の名前を挙げた先輩たち、本当は助けてもらったりとかお世話になってるんで、そこはもう、なんか世間の人たちがこう言ってるから、それに乗って、自分もあいつ、ね、便乗して、あいつ実はみたいな、そんなの言えないですし。僕は応援してます。はい、最近いつキスしました。てかそういうのもさ、なんか別に、いやそんな別に毎日と毎日毎日でしょ。何言ってんすか、いつとかじゃないから。いや、だからちょっと俺が思ってる質問と違うんだよな。何キスの話とかさ。ちょっとやめましょうこれ。そう、今日はね、今日はやめ、なんかちょっとやっぱね、はい、僕もだから急に言って、あ急に言うとこうなっちゃうんだ、はい、あなるほどね。だったらこれは僕のミスですわ。いや、なんかもっとあんのポンポン出てくるかなって僕も思っちゃったんですよ。いや、そんな聞きたいことないんですよね。あ、そうですか。じゃあ、あと1個、今日のラスト、はい、カレー味のうんことうんこ味のカレー食べるの。くだらないっすよその質問。なんなんすかその質問。小学生の時にやったやつじゃないですかマジで。どっちどっち。いや、うんこ味のカレーに決まってるでしょ。カレー味でもし、なんでうんこ食わなきゃいけないんですか。カレーだよ。もうちょっと やめよう今日。ちょっと仕切り直して、もうなんなら本当視聴者の方に募集して聞いてもいいわ。
あの質問をね、視聴者の皆さんにちょっとダメです、ここのスタッフさんに任せると視聴者の皆さん、ちょっと力貸してください。僕に聞きたいこと、コメントにぜひこの動画のコメントに載せてください。僕はまた仕切り直して100個答えますんで、はい。だからこれを別の今度企画ね、そういったらそれこそ24時間の時にやってもいいわけですし。ああ、そうですね、はい。なんでちょっと皆さんにちょっと募集かけます。はい、質問ぜひ何でもいいのでぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、なんかすいません、なんか思った企画と全然違って僕もこういう風になると思わなかったんで、でもこれは僕のちょっと焦りすぎの急ぎすぎのミスですね、すいませんでした。はい、ということでチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次にご期待ください。どうもありがとうございました。